フロード・オブリエは、フランスの植物画家である、王立植物園の画家を務めた。ジョゼフ・ピトン・トゥルヌフォールに才能を認められて、1694年のトゥルヌフォールの著書、基礎植物学の図版を描いた。1700年から1702年の間、トゥルヌフォールとアンドレアス・グンデスハイマーと共に、ギリシャ、コンスタンティノープル、国会沿岸、アルメニア、グルジアを最終旅行し、 地域の歴史的な風景や地域の植物の絵を描いた。パリに帰還後も王立植物園で働いた。1707年にジュベールの後を継いで王室植物画家に任じられた。1735年に引退し、王室植物画家の職は弟子のマドレーヌ・フランソワー,ーズ・バスポルトに引き継がれた。パリで没した。ミシェル・アダンソンによって記載されたアブラナカノ族。 オーブリエタに懸命された。オーブリイットは植物の学名で命名者を示す場合に、クロード・オーブリエを示すのに使われる。ありがとうございます。